学校法人東っぱなし学園は東京都新宿区西新宿を中心に専修学校を展開している学校法人。1969年に東京放送の教育事業本部として発足。当初はビジネス学校の経営をしていたが1979年4月に学校法人として認可され、現在は放送、映画、アニメコンサート、音響技術、 番組演出関係者、アナウンサー、お笑い、俳優、声優、タレントダンサー等、エンターテインメント関連人材育成に特化した、専門学校のパイオニア的学校となっている。なお現在は、TBSHD との人脈的なつながりはあるものの、資本関係はないとされる。また、TBS ラジオで不定期に、CM が放映されている。また、若年層から、 タレント、声優、俳優、歌手、ダンサー漫画家、クリエイター系人材の養成を強化するため、中学校卒業者を対象に高等課程を設置し、東っぱなし、学園高等専修学校を開校している。エンターテインメント業界の人材に特化した教育の成果として、タレントや声優、映画監督、テレビディレクターなど、業界で活動する卒業生も多い。 現在5つの専修学校が設置されており、専門学校4校と高等専修学校1校が設置されている、高等学校卒業者を対象とする専門家庭、中学校卒業者を対象とする高等家庭、かつて系列法人である学校法人東っぱなし、学園大学が映画専門大学院大学を設置していたが、2013年に、 大学を廃止するとともに、設置学校法人を解散した。同大学院大学の修了生への各種証明書、発行業務などは、遺憾法人としての学校法人費がしっぱなし、学園に継承された。ありがとうございます。